それではご覧いただこう。はい、本日は、レイザン寺にやってきました。ここはまだ、レイザン寺のふもとなんですけれども、この上にレイザン寺っていうものがあります。ここですね、登りで約15分ですかね。この上に、門があるんですよ。昔一回来たことあるんですけども、結構古い門で、善光寺の、門に似てる感じですかね。中に仁王様がいるんですけれども、そういう門があります。じゃあ、ここから登ってみたいと思います。15分ですね、かかるんですけども、すごい大変な山ですね、ここは。前来た時もすごい酸欠になりました。あと、クマも出るっていうことなので、ちょっとクマにも、注意しながら登っていきたいと思います。はい、ここは地獄の一丁目ですかね。仏様です。はい、右側のこのレールの動くやつ、これに乗っていけたらすごい楽なんですけど、ちょっと動いてないんで。下から、見えたんですけど、見るよりも登っていると半端なく大変なところです。ちょっと車にライト忘れてしまったので、日があんまり落ちないうちに行きたいなと思います。まだ全然登ってないんですけど、疲れてきました。大体、寺っていうのは、山の上の方にあるのが多いと思うんですけども、その中でも、ここはかなり上の方にあります。一応、クマ出てくるかもしれないので、カメラを回しながら、登っていきたいと思います。地獄の2丁目行きました。ここですけども、登ってる間に何者かに引っ張られたりとか、あとは白装束の、女性の方が倒れるっていう噂があるようですね。まだまだだいぶ上ですね。以前来た時はだいぶ体力を失ったんですけども、今回は以前よりもだいぶ体力が上がってるかと思うので、っていうのと、ちょっと休み休みしたいと思います。
丁目です。こんなところでもし熊がいたらどうすればいいんですかね。ちょっといないことを祈りつつ洗っていきます。さて、今下でガサガサ音しましたね。怖いですね。霊というよりかはクマ中があったので、ちょっとクマの可能性があります。石まで来ました。ここへ座ると足の力が一気に治るようです。こちらですね。前はこの辺でかなり風邪入ってましたが、座ってみたいと思います。はい、力石でした。だいぶ看板にあった通り体力はなんか回復できたんじゃないかなと思います。あ、4丁目ですね。ちょっと何丁目までやったか覚えてないんですけど、ちょうど多分半分ぐらい来たんじゃないかなと思います。あ、もう見えてきましたね。今日はそんなに疲れないで来れました。なんかあれですかね、脳の椅子に座ったからですかね。前回はこの辺で死にそうだったんですけども、はい、もうちょいで門の前にたどり着きます。重要かどうかは分かんないですけど、おそらく文化財か何か今指定されていると思います。五丁目に着きました。到着しました。修復作業の中に持ってかれちゃったみたいですね。あ、有形文化財ですね。ここに仁王像があったんですけども、どうやら運ばれてしまったようです。ありません。ここから運ぶって相当ですね。
うしたんですかね。すごい謎が残りますけども、今も大事にされているということですね。あ、そこにお堂が見えてきました。前はお堂を気づかずここに戻ってしまったんですけど、今日はお堂の前まで行ってみたいと思います。ところは映像があったりするので、映像ないかどうか探しながら行きたいと思います。これは鐘ですね。そしてこちらがレイさん家になります。あ、レイさん家到着しました。一番目の寺も名前が霊山寺って言うんですけども、それと同じなんですかね。それとも霊山寺って読むんですか。ちょっと同じかどうかは分かんないですけども、たどり着きました。こちらはお地蔵様ですか。こちら仏様ですかね。こちらは裏に建物もあります。景色がすごい綺麗ですね。あら、ふざけ禁止ってありますけど、こちらは本堂って書いてます。落書きなんかする人いるんですね。どうもなんか南国の木みたいなのがありますね。この辺でコストチューブやりながら戻りたいと思います。はい、じゃあ本日は霊山寺から、コストチューブを始めていきたいと思います。まあ、上りは普通に取りましたので、私を見つけてどこにいらっしゃいますかね。どこかにいらっしゃるんですか。帰りは霊図を見つけながら戻ろうかと思ったんですけども、13なんですか。不吉な数字ですね。ちょっと暗くて
ライトがつけられないですね。ライトなしで戻ります。今宵何かあるんですか、ここで。出ましたね、ワイブレッド。これたまに出るんですけど、何なんですかね。ワイフですか。はい、今は亡き仁王門のいない門に来ました。仁王門のいない仁王門です。もはや仁王門ではないですね。ただの門です。はい、じゃあ降りていきます。誰かに引っ張られたり、白装束の女が現れたらどうしますかね。ちょっと真っ暗になると本当にまずいですね。入ってもないですし、まあやっぱクマとの遭遇が一番怖いですね。ちょっとゴーストチューブが静かになっちゃいましたが、やっぱ上の門と本堂の時の方がよく喋ったのは、あの辺りに霊がいるからっていうことなんですかね。何か喋れますか。そんなことはないですよ。この辺りにいます。もう道に比べて真っ暗ですね。もう道なのか何なのか分からないところに行けないですね。何か喋ってもらいたいんですけども、喋れますか。もうまた仁王の力石まで戻ってきました。やっぱ帰りの方が早いですね。まあ下りだからですかね。当たり前ですかね。まあ御巣鷹山に比べればそこまで大した山ではないかもしれないです。いきなり口数減っちゃいましたけども、そうですね、まあ、とにかくなんか喋ってもらえますかね。なんか言ってもらえます。ずっとつけてるんで喋ってください。喋れますか。早くしないと下についちゃいますよ。もう4分の3ぐらい降りちゃいましたよ。いいんですか。まあ、このまま手番なしで終わっちゃいますよ。何か言ってもらえないですかね。あ、さっきガサガサ森の方からした場所に来てしまいました。もしかしたらこの辺りクマいるかもしれません。いや、クマと戦えってことですかね。今日はライトも持ってきてないんで、クマ来たらこの辺の石投げて戦うしかないですね。
てますかね。勝てると思いますか。無言ですかね。あ、もう元なんか森の方からガサガサ聞こえてきましたね。なんかいるんですかね。まあ戦えないですけど、遭遇しないことを祈るしかないですね。まあ、時速30キロとか40キロで走るらしいんで、まず走ってきっと逃げられないでしょうね。そして武器もないので石投げて戦うしかないです。この辺ですね。さっきから草むらでガサガサ音がしてます。もう日がだいぶ落ちちゃったんで暗いですけども、ここは霊山寺の入り口付近です。でもさっきからでもガサガサ聞こえるのが熊というか人が走ってるような、なんかそんな感じのガサガサ音なんですよね。あ、もう下目まで来ましたよ。暗いとなかなか雰囲気ありますね。お地蔵さんとか花が置いてあるんですけど全然見えないですね。箱ですか。暗くて見えないんですよ。ちょっと箱あったら注意しますね。大丈夫。ここは、室町時代に作られたっていうことなんで、そうですね、1500年ぐらいですかね。さっきから後ろからなんかガサガサ落としてますね。なんか人みたいに立ってるの見えるんですけど、ちょっとライトがないからわかんないですね。多分すれ違った人がいたらびっくりしますね。こんな暗い中ライトもつけず歩いてる人がいたら幽霊だと思われるかもしれませんね。はい、じゃあいっぱい今日は喋ってくれてありがとうございます。そろそろゴーストチューブも終わりにしたいと思います。はい、じゃあありがとうございました。切ってもいいですか。いいですかね。じゃあ終わりにしたいと思います。失礼します。言おうとするとまた言うパターンですね。何を逃がしたんでしょうか。私を逃がすってことですかね。はい、じゃあすいません、逃げます。さようなら。